ああ、いたいた。ほら、受け取ればいいじゃない。何喜んでるのよ、バカバカしい。義理よ、義理。そういうことしなきゃいけない日なんでしょ通販で適当に取り寄せただけの品だから。ま、社交辞令よ。 ラッ、ラッピング下手で悪かったわね。よくもまあそんな細かいところにケチつけてくれるわね。そうよ。暇を持て余してただけよ。なんせ不老不死だもの。時間だけはあり余ってるんだから、退屈ったらありゃしない。 ああ、まったく、どこまでズけズけと。お前、私のこと、怖いとは思わないのカーミラやブラドが相手でも、いっつもそんな調子なわけ <music> <music> ま、そうかもね。吸血鬼だなんて呼ばれてはいても、あんな本物と一緒くたにはされたくないわ。 はっきり言って嫌い。人間たちの伝聞のせいで、本来のあり方からさらに変化してるんでしょうけど。そういうところも含めて嫌いよ、吸血鬼は。他の個体がどうかは知らないけど。そもそも私は、吸血に欲望や衝動がないし、 同列に扱わわ。れるなんてっだわ、だ生物という器に受肉させられてしまった以上生命力の補充は必要ではあるけれど周囲に動植物がいれば少しずつエネルギーを共有させてもらうだけで代謝には十分。 砂漠の真ん中にでも放り出されない限り、飢えを感じることはないわ。まして血の味を楽しむだなんて、考えるだけでおぞましい。はぁ、あ、何言ってんのお前たちの側こそ、私にとって天敵なのよ。 死なない体って言うだけで、私がどんな仕打ちを受けてきたと思ってるの理解を超えた存在というものを、お前たちは決して許さない。海の底も、山の頂も、徹底して神秘を暴き、征服せずにはいられない。それがお前たちの銃声じゃないの。 それを知の探求心だなんてよくもま。あ。まあ、よほど急速に魔力を集める必要に駆られれば、直接血を飲んで糧にすることもできなくはないわ。そうやって死に至らしめた命がなかったわけじゃない。でもね、私は単独。対するお前たちは七十億。 どっちが脅威かなんて考えるまでもないでしょう。今さらサーヴァントとしての契約に難癖をつけるつもりはないけれど。そもそも私たちが相入れない存在だってことは、忘れないでおいてね。ちょ、ここまで話をそらしたのに、蒸し返すとか。 一体どういう神経してんのよ